視聴した動画の画面を送信しただけで収入が得られる。大洲市の女性が副業サイトの相手とのメッセージで嘘をつかれ、現金510万円を騙し取られました。被害に遭ったのは大洲市内に住む会社員の女性です。警察によりますと、女性は8月30日 SNS で副業の広告を見つけ、アプリをインストール。その後に日本人を名乗る相手から視聴した動画の画面を撮影・送信するだけで収入が得られる。別の副業として指定の口座にお金を振り込めば高額な報酬を得られるとのメッセージを受けました。そして現金を振り込むと数千円単位の報酬が得られたため、相手を信用し指示に従って先月24日から今月11日までに現金510万円を指定された口座に振り込み、騙し取られました。警察は特殊詐欺事件として捜査していて、副業を装いお金を儲けさせて大金を騙し取る詐欺が多発していると注意を呼びかけています。